こんにちは、鈴木です。本日はメルカリ、利益率または利益額のどちらが転売での売り方でおすすめですか？利益が安い商品と利益の高い商品の利益を出すお得な方法とはというテーマについてお伝えします。それでは早速いきましょう。これの場合ですね、こちらのタイトルとですね、利益を出して、出すね、パターンですね。どういった方がお得なのか、ぜひね、紹介していただきます。こちらですね、まずですね、カメラなんですけど、カメラ1個当たりの単価で非常に高いですね。で、1万円と考えていただければいいんですよね。で、利益率10%か15%ですね。で、これを出すのぜひ目安にしていただければいいかと思うんですけど、カメラ一番怖いところなんです。ここですね。黒字倒産。で、なぜ黒字倒産なのかというと、カメラが売れないんですよ。で、競合商品になればなるほど売れない場合があるので、売れ残っちゃうんですよ。で、それがですね、黒字倒産ですね。黒字倒産ということは、クレジットカードで買った時に支払いができないんですよ。だからぜひね、この点を注意していただければいいと思います。ただし、カメラのいいとこは、カメラ自体がね、偽物は作れないので、まずアカウントを取られる確率はですね、低いです。ただ、メルカリでいっぱい出して、同じ写真を出してると、アカウント取られますので、ぜひね、注意していただければいいかと思います。で、こちら、中央ですね。中央輸入。これは何がするかというとですね、まず低利益なんですね。300円ぐらいなんですけど、利益率は高いです。25%ですね。で、脅威の80%なんですよ。で、探せばですね、90%以上もあるかもしれないです。ぜひ探していただければいいことですね。で、中央輸入は何が素晴らしいかって、ここなんですよ。中央輸入っていうのはですね、すぐ売れます。とにかく、売れます。で、売れることでどうなるかというとですね、100個とか売れるんですよ。で、100個売れることによって利益2万7000円ですよ。1回2万7000円いきますね。なので、1個当たり単価で1万円になるのか、薄利多売でね、タイルね、こういったふうにやるか、どちらかって話になってきます。どちらでもね、いいかと思うんですよ。なので、ぜひね、こちらの中央輸入商品の方が仕入れ率低いので、こちらの方が安全かと思いますが、ぜひね、1個当たりで勝負したいんでしたら、カメラですね、売り方をマスターして、リサーチをしていただければ、十分に2つも出ますので、ぜひね、安心していただければいいかと思います。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームスタンプお願いします。あと、YouTube かストーリーズは受け付けてません。LINE と登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。